こんにちは、秀吉です。今回なんですけども、ボードレビューでございます。はい、こちらはですね、シャネルアイランズ2022年モデル CI プロというモデルでございます。なんとなんとですね、海外メディアスタブインザダークという企画がありまして、その企画で優勝したサーフボードでございます。っていうのはですね、その企画がどういうものなのかというと、一流サーフボードシェーパーがですね、何のロゴとかブランドとか何も一切、シェープマークとかも一切書かずにですね、サーフボードを作って、 WCT サーファーのジャック・ロビンソンっていう、つい昨日優勝したばかりですよ。ワールドツアー昨日優勝したばかりで、今年もう2連勝してる、もう超ノリに乗ってるジャック・ロビンソン選手にサーフボードをね、多分ね10人か15人ぐらいのシェーパーがジャック・ロビンソン選手に真っさらのサーフボードをね、誰が削ったのか分かんないサーフボードを乗せて、これが一番いいですって言った板が、なんとなんとこのチャネルアイランズさんから来ました CI プロというモデルなんでございます。というわけで、もういわゆる世界一いいと言われてるんじゃないですか今は。だからその中には今流行りのシャープアイとかメイヘム、ところとかですかね、ところとか、あとガブリエル選手のシェーパーだったり、イタロ選手のシェーパーのティミ・パターソンだったり、もうそういう一流のシェーパーたちがいる中で優勝したボードです。よくないですか。でちょっとこのロゴを注目してほしいんですけど、今まではここにアルメリックのロゴっていうのは入ってなかったんですけど、ちょっとメイヘムっぽいですよねちょっとメイヘムっぽいですけど、でも俺はここに入ってるのかっこいいなと思います。昔でもケリーさんそこよく入れてたよ。ああ、入れてましたっけ。うん、じゃあまあまあまあ、みんないつも大体ここにそのサーフボードブランドが入って、でシェープロゴっていうのはこういうところに入れてたりしてたんですよね、うん、まあ日本の代表するシェーパーでね、 YU さんとかもいまして、 YU さんとかも昔こういうところにケリースレーターに削った糸とかはこう YU とかこういうところに入れてましたから、大体シェープマークっていうのはこういうところに入るんですね。でこのアルメリックっていうのは人の名前ですから、シェーパーの名前、うん、アルメリックさんが削るチャネルアイランドサーフボードっていうことですね。でもなんかチャネルアイランドサーフボードのロゴはなくなっちゃいました、この CI プロに至っては。それはどういう理由なのか私には分かりません。ただ僕といつも話してるグローバルのスタッフの方からも、このロゴをしていきたいんだっていう話をしてましたね、はい、なんでこれからこうなっていくのかも分かんないです。ただもう僕らが子供の時に憧れたチャネルアイランドって言ったらこのロゴなんですよね。もちろんひし形のあのマークももちろんそうなんですけど、このアルメリックってみんなやってたんですよ。チャネルアイランズっていう呼び方してなかったんですよ。みんなアルメリック、アルメリック乗りたい、アルメリック乗りたいっていう感じで、そのアルメリックがここに入ってきました。なんでね、なんて言ってもスタブインザダークの企画に参加できるシェーパーっていうのは超一流じゃないと参加できないんですよ。その中で優勝したっていうことなので、僕は本当に待ちに待ってました。でもちろんサーフボードカテゴリーはハイパフォーマンスです。いわゆる、まあ、競技に使うような、まあ、みんなプロサーファーが持ってるサーフボードのタイプですよね。僕今本当にね、今新しいトリックに向けて練習中なので、ハイパフォーマンスに本当に興味があって、オルタナとかよりもハイパフォーマンスをちょっとね真剣にいいボード追求していきたいと思ってるんで、そんな中でちょうど届いたので、今もう雨の中ですけども緊急でね動画撮ってもらって、本当雨の中本当にすみません迷惑かけてしまいますけれども、ちょっとわがままいつも聞いてくださってありがとうございます。というわけで、天気も怪しいのでさっさと海入って、そしてまずインプレッションで、もしサーフボードの情報必要だったらもう一回調べて語っていきたいと思います。はっきり言って今サーフボードの情報ほぼないです。というわけで先に入りましょう。とにかくフィン何今日。フィンはですね、もちろんチャネルのものにはチャネルのものをっていう感じで、これは普通のチャネルテンプレートの M サイズです。 M サイズ、今日はミディアムで、はい、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、行ってきましょう。どうぞ。しゃI'm gonna watch y'all, I don't know if he'll talk. Watch y'all, chainsawing on my saw legs off. They know that we're a game, but they say that we're a ring.
are getting taking pictures of the whole team. On the cover trying to do a sting. Ten lit on the bank, won't stick them in a team. Trapping like the narco. Narco. Got dope like Pablo. Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop trees with the Draco. Draco. On the north got Diego. Diego. Say hasta luego. Luego. We'll be in rapping Kilo. Yeah. Snub nose with potato. Hey. Coke gang with the cocaine. Cold. The more money make more rain. Right. Going up a bank while I'm back in propane. Point blank range, give a nigga nose range. Skip to my loo with the pack and the cat. Jiffin, loo with the bricks, where they at? Drippin, ooze, the paddock all wet. Birds in the truck, they ain't leaving out the nest. Get my face set like milk. Yup, running with the pack, got slip. Hands in the cookie jar, cut his finger off. Nigga being greedy, we gon' cut his tummy out. 100 bricks on the road, take a couple routes. Flush mama house, her man's a Philly couch. I ain't really with the razzle dazzle. Knock him out, but then I throw him off the boat paddle. Go to Tijuana, put the kilo on the saddle. Sack him, hit a lick and cop a pterodactyl. Pap him, chop a bite down like an apple. Match with the acres with the horses in the cattle. Like the narco, narco. Got dope like Pablo. Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop trees with the Draco. Draco. On the north got Diego. Diego. Say hasta luego. Luego. We'll be in rapping kilo. Yeah. Snub nose with potato. はい、今乗り終えました。あんまりうまく乗れなかったかなっていう感想ですね。なんかね、もしかしたらちょっとちっちゃいかもしれないです。今の僕にはちょっと歪む感じがあって、まあこれがね5/8ハーフ、18と8分の3、2と4分の1 25.3 リッターって書いてあって、ちょっと 0.3 リッターいつもより大きいんですけど、なんかちょっと反発を感じない、水とのこう浮く反発を感じないから、ちょっと沈んでる感があったんですけど、まあでも後半の方はちょっと慣れてきて、なんかリップした時の返しが、自分の体が返ってなくても板がこう返ってくるっていう感覚があって、それは最近のボードで僕ずっと感じれてなかったから、それは新しいなと思いました。CI プロ、まあ波的には全然ね、サーフボード確かめれる波の高さは十分あったと思うんですけど、まあ、ちょっと自分もう今日の1回じゃそこまでうまく乗れなかったかなっていう印象ですね。まあ、またねフィンとかで変えてみたらいいかなって思ってますね。ちょっともう少し太いフィンで、太いっていうのはその大きめのフィンでやったらもう少しピタってなっていいのかもしれないし、その辺はテストしていきたいなと思います。ただこれは本当にジャック・ロビンソン選手が一番いいって言った板なんで、もう全然格上の選手がいいって言ってるものなんで、本物の板だと思ってます。なんでね、またちょっとインプレッションこの辺にさせてもらって、もうちょっと細かいサーフボードの情報を家帰ってちょ勉強して、またそれ動画とつなげます。はい、これもう日本で売ってんの？オーダー、あ、そうそう、いい質問です。オーダーだけ受け付けてみたいです。プロショップでも紫さんでもオーダーはもうすでにやってるみたいです。ただまだストックはないみたいです。ストック販売は9月って言ってました。はいはい。
てな感じでインプレッションは終わりにいたします。現場終了、ありがとうございました。引き続きレビュー動画くっつけます。ありがとうございました。はい、というわけで、今インプレッション終えてちょっとね、サーフボードの情報をお伝えしたいなと思います。ですね、まず先にインプレッションを終えた後の感想がちょっとうまく乗れなかったっていう感想だったんですけど、あれからね数日乗って今だいぶ慣れてきて、今ぶっちゃけ一番ハマってるっすね。うん、ちょっとね今日映像撮りたいなと思ってたんですけど、カメラマンさんとこう都合が合わなかったんでちょっと映像はないんですけど、今一番うまく乗れてるかなと思ってます。で、まあ、あのインプレッションの後に自分の映像を見て、うまく乗れてないところもあったんですけど、自分が思っていた以上にいい感じに映ってたライディングもあってて、今ものすごくポテンシャルを感じてるんで乗り込んでます。で、今日また2本 CI プロをオーダーしました。もう少しね反発力が欲しいなと思ったんで、ちょっと細めに作っちゃったんですよ。いつもより一つ細くして作ったので、いつも通りのディメンション 5.8×18×1/2/2っていうサイズで今日またオーダーかけました。で、まあ自分のパワーもちょっとね出したいなっていうところで、もう一本は厚みを逆に増やしてですね作りました。今日チャンネルの方と話したんですけど、パーカーがこのサーフボード、パーカーコフィンですね、パーカーコフィンがブリッドメリックさんっていうシェーパーとこのサーフボードを作ったんですけど、パーカーっていうそのアメリカのチームライダーですね、はい、彼が20本ぐらいですかね、試行錯誤して20本ぐらいブリッドさんに削ってもらって完成したのがこのこちらですね、この CI プロになります。はい、で、僕超かっこいいなと思ってるのがアルメリックのロゴがここに入ってるのがすげえかっこいいなと思ってて、昔アンディアイアンズとかが乗ってるのもここに入ってるのがあったりして、この間海に行ったらあのアンディっぽいねみたいな感じで言われてちょっと嬉しかったですね。そこの CI プロっていうモデルだけひし形、ひし形じゃない、ダイヤモンド、なんていうんですかね、ダイヤモンド型、あのいつもチャンネルアイランズのロゴは入らないタイプになってますね、うん、で、サーフボードの情報なんですけども、こちら波はですね胸からダブル、胸からダブルっていう波に適してて、ポイントブレイク、リーフブレイク、ビーチでブレイク、まあ、つまりどこでも基本的には使用できると。ポイントブレイク、リーフブレイクって書いてあるんで、パワーのある波にも適応してるってことですね。はい、パワーはミディアム、急斜面、ストロング、バレル、もう基本的に小波とかっていうよりは、ちゃんとしっかりした波の方が適した動きができるっていう感じですね。で、スキルレベル、これは中級者から上級者ってなってますね。うん、なんで、まあ初心者の方には向いてないっていうことだと思います。で、僕いつもこの情報に中級者上級者って書いてあっても、サイズ感を大きくすれば初心者でもいけますよって話してるんですけど、今回のこの板に関しては初心者にはもっと適したショートボードがあると思ってます。トゥーハッピーだとかハッピーエブリデーだとか、うん、ああいう方の方が乗りやすさっていうのは感じますんで、初心者の方はトゥーハッピー、ハッピーエブリーでそちらの方をチェックしてみてください。なんでね、中級者から上級者の方で、まあ、この僕のシアプロの映像を見てもらっていいなって思ってくれた方はぜひオーダーしてみてほしいなと思います。もしくはストックですね。で、このストックなんですけども、若干大きくできてくるらしいので、その辺は、うまく、まあ、自分のリッターとかを合わせてですね選んでほしいです。もし、まあ、中級者の方とかでサーフボード、どういうサーフボード選んだらいいか分かんないって方はですね、僕概要欄に貼っときますけども LINE コールで、僕にサーフボード相談してもらえたら、まあ、サーフィンの動画とか送ってもらえればこういうボードがいいんじゃないか、こういうサイズ感がいいんじゃないかとかっていうのは提案できますんで、そちらの方もご利用ください。てな感じでですね、こちらは本当にスタブインザダークという企画で優勝したサーフボードなんで、本物のサーフボードなので間違いない一本となっております。物は素晴らしいものだと思ってます。あとやっぱサーフボードっていうのは人によって合う合わないっていうのはあるんで、その辺は乗ってみないとわかんないんで、ね、
うん、僕は最初ちょっとうまく乗れてないなと思ったんですけど、乗ってるうちにどんどんハマってきてて、今結構一番乗ってて面白くて可能性を感じてるんで、これからどんどん乗り込んでいきたいなと思ってますんで、また その過程でいい映像とか撮れたら、また YouTube に出していきたいと思ってますんで、そちらの方また見てもらえたら嬉しいです。あ、そうそうそう、もう一個情報として、今はオーダー可能なんですね。プロショップでも紫スポーツさんでもオーダーは可能なんです。で、ストックが並ぶのが9月っていう情報なので、ストック待ちの方はですね、9月まで待っていただけたらなと思います。はい、というわけで今回は以上となります。いつもご視聴のほどありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。